と昔に会ったことがあるような。あ、その何、お姉になる前ってこと？踊るな踊るな。これまでのあらすじ。仲間を探す旅の途中、ドゥルダ教を訪れたアイナたちは、三歩大僧城からイグナ王国とドゥルダ教の間の歴史を知る。その後、アイナたちは謎の修行者を助けるため、ドゥーランド山頂へ行き、瀕死のロウを発見する。アイナがロウを助けるために、メンフに向かうと、そこには師匠のニマ大使の下で修行するロウがいた。ロウがグランドクロスを習得した後、アイナはロウとの戦いに挑み、見事これに勝利して覇王山を習得する。そこに魔王ウルノーガが攻撃を仕掛けてくるが、アイナとロウはグランドネビラを放って魔王の攻撃を払い、無事元の世界へと帰還する。ロウを仲間に加えた一行は、ロウ氏の足跡をたどるため仲間を探しながら聖地ラムダへと向かうのであった。よくぞ戻られたアイナ殿。お神よ、この者たちに聖なるご加護のあらんことを。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。なんやけど、え？ローシュって誰やっけ？ちょっと待って。いまいちね、なんか人がよくわからんねやけど、ローシュの足跡をたどるために、ラムダ教へ？なんか伝説の人物みたいな感じやったっけ？そういう感じの人やったっけ。しかも私は一体そのどこへ行けばよろしいんすかね。違う、仲間を探しながらもう一度聖地ラムダへ向かい、魔王を倒す方法を見つけよう。聖地ラムダってすって行ける場所やった？もうそこもよく分かってないんやけど、聖地ラムダ、聖地ラムダって、なんかみんながバラバラになる前の段階での最終目的地みたいな感じのとこやったっけ。ああ、もうなんかいろいろと。いろいろと。聖地ラムダってどうやって行くの？普通に地図とかに載っとる？わからねー。ここから飛んではいけんのか。とりあえず、外に出る。はい、ドゥーランダさん。どこに行けばいいんだい？全くわからないんですけど。良いか。ほうほう。勇者ロウシュが使用したという神の乗り物を手に入れれば、天空にいる魔王を打ち果たす方法も見つかるやもしれん。良いかいな。勇者ロウシュの足跡をたどるため、仲間を探しながらもう一度神語りの里、聖地ラムダを訪ねるのじゃ。ってことは多分、また今回も、その最終目的地が聖地ラムダになるってことやと思うけん。まあ、ちょいちょい、なんか近くの街によって仲間を探していかんといかんってことかな。そういえば、ソルティアナ海岸の西にはメダチャット地方に行ける道があったな。まずはそっちに行ってみてはどうじゃ。お、なるほどなるほど。メダチャット地方に行けば、ソルティアナ海岸の西、メダチャット地方。へえね、これどうやってもう一人話しかければいい？あ、映った映った。伝説の魔法使い、ウラノスの奥義を覚えたロウ様が仲間になるとはな。魔王と戦う上でこれほど心強いことはない。この調子で他の仲間を探すとしよう。そうすれば必ず魔王を倒すための糸口をつかむことができるはずだ。私一番最初に仲間になるのをシルビアさんかと思ったんやけど全然違ったね。全くもって違ったね。さあ行くぜ行くぜ。プチャラオ村。シルビアさん、何？番外編というか、シルビア、お、イベントだ。シルビアさん、視点の話って最後どこで終わっとったんやっけ？プチャラオ村やった。旅の者が魔物に襲われている。違うな。あれか。小村の里やったんか。助かり行くぞ。はーい。あれ、人間やったん。モンスター同士やと思っとった。ほらほらほら来たよシルビアさん。あ、プチャラオ村に着くことなくもうここで合流。
はーい。そこの悪い魔物ちゃん、無垢な民を襲うのはやめなさい。でもいいよね、なんか攻略サイトとかそういうの、まああの何やり込みとかする人は見るかもしれんけど、わからないよね。なんかこう前のプレイした時の記憶がなくてもさ、前回のあらすじプラス仲間たちの話からちゃんと次何すればいいかわからないね。すごい助かる私。はい。さすが斉藤さんやん、斉藤さん。かっこいい。さすがはお姉さま、なんて優雅な身のこなし、美しいわん。まああれ特にさ、この左側の人はもう完璧にあれよね。完璧にお姉になっとるよね。すごいあっけに取られとる二人とも。あら、動きが大きいよ無駄に。やだ。もしかして動きがうるさいんですけど。勇者ちゃんじゃない。めっちゃ真顔。ああ、おい、なんだこいつらは。お前の知り合いか。一体何をしているのだ。ん、あれ面識ない。あれ面識ないよ。見てわからないの。ブレイブなかったんやっけ。決まってるじゃない。あの一番最初のさ、世界にコメラスたちとの戦いやったっけ。え、違ったっけ。戦ってないんだっけ。そのみんながバラバラになる直前、ブレイブおらんかったんやっけ。もう全然覚えてないね。全く覚えてないね。そんなわけで、暗い世界に光を照らすため、私世界各地を練り歩いてヨダスケパレードをしていたの。この子たちが大切な仲間たち。私に共感して旅の途中でパレードに加わってくれたの。あ、そういえば一番最初にだいぶ増えたんか。それにしてもあんなことがあったのに二人とも生きてるなんて奇跡よね。でもなんかね、この番外編として仲間側からの視点、この主人公と再会するまでの話があったのってやっぱすごいいいよね。じゃないと一番最初にプレイした時のやつって、ほっぽり出しちゃってごめんなさい。その番外編がなかったけん、怪我はなかったかしら。唐突にこのヨダスケパレードがどうたらこうたらみたいな話されて、こういう状態のシルビアさんたちが現れるわけやん。ヘンテコリな格好してっけど、周りの人間誰やし、すんげえ強えんだな。ね、びっくりしかなかったけど、まあ、なんかちょっと感動するね。南にあるプチャラオ村からここまで来たけど、おかげさまで命拾いしただ。じゃあ結局プチャラオ村に行くんかな、送り届ける感じ。あら、そうだったの。あ、やね。ならプチャラオ村まで送り届けてあげるわね。え、これからのことは後で考えるとして、ちょこっとだけ私たちのヨダスケパレードに付き合ってみない。ちょこっとだけっていうか、これから先あれやろ、合流して一緒に行くんやろ。はい、オッケー。うん、それでこそあなたね。それじゃあ次は誰かな。新しい世界の扉を開くわよ。新しい世界の扉はちょっと開きたくない。あ、そっか、そういえば前回私これでさ、めっちゃなんかテンション上がっとった気がする。この格好で、いやー素敵。私の目に間違いはなかったわ。みんな、この子が私と一緒に冒険していたかの有名な勇者ちゃんよ。やめてくれ。もすごいよね、なんかくね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 動きながらもう、私たちチームヨダスケパレードの支えとる人らがおるんやろ。みんなボスに続け。このステージを、はい、おなんかグレーグちょっと距離が、あ、そうそう、アイナちゃんが私たちはぐれちゃった時はこの辺りで待ってるから安心してね。さあ、プチャラオ村に出発。ヨダスケパレードのボス、シルビアのパレードの戦闘たち、新しい世界の扉を開いた者に贈られる称号。うわ、開いてしまった。うわ、踊り出した。こんな感じね、シルビアさんたちを率いて。あ、私の馬があんなところに。あ、待って、グレイグこんな格好、すごいなんかいかつい顔してるけど。いいね、いいね。あ、待って、おじいちゃんもやん。え、かわいい、ちまっとしとってかわいい。すごい冷めた目で見られよる感があるけど。不満げだね、グレイグがとっても不満げだね。あれ、服に何が詰まっとん。
あんなぽっちゃりした体型じゃなかったよね。いや、おじいちゃんはなんかそのまんまやなって感じするんやけど、グレイが急激にぽっちゃりしたことない？綿とかでふわふわした服なんかな、あれ。プチャラオ、あ、プチャラオ村から来たってことは、プチャラオ村は無事ってこと？別に壊滅した村ばっかりじゃないか。ばっかりっていうか、壊滅した村はないんかな。はい、ここね。え、ここプチャラオ？プチャラオなんか、ホムラの里っぽい感じかと思ったけど。いや、すごい恥ずかしいんやけど。え、待って、はぐれ、いなくね？え？いなくね？ちょ、今更ながら、これ普通に進んでいって大丈夫なのかな？ストーリーになったら急激に現れてくれる。でも、はぐれたらここで待ってるわねっていうぐらいやけん、こんなかと思ったけど、やっぱ来たわ。普通に来たわ。でさ、主人公はさ、その格好のまんまやのにさ、二人はなんで、いつどこで脱いだ？どういうこと？あれ、私、あれか。ホムラの里とプチャラ村を間違えとるね。私の記憶の中では、ここがホムラの里なんやけど。待って。すごいごっちゃになっとるわ。え、最終、あれよね。シルビアさん、ここやったよね。じゃあ、まだまだ、そんな出発してから経ってなかったってことか。それじゃあの番外編の直後ぐらいに、主人公と合流したってこと。あの男、一人であんな遠くまで行っていたと、何か訳がありそうだな。食料とかかな。村の悲壮な様子とも関係があるのかもしれぬ。じゃないと今遠出する意味ってそういうことなら、私たち、よだすけパレードの出番ね。あれ、最初ここじゃなかったんかな。まだこの村では何もしてなかった。まずはこの村で何が起こっているのか調べましょう。さあ、村のみんなを笑顔にするわよ。おーじゃないよね。聞き込み始め。あのシルビアとかいうのもどこか引っかかる。ずっと昔に会ったことがあるような。あ、その何、お姉になる前ってこと？踊るな踊るな。お姉になる前にあれか、会ったことがあるってことなんかな。村の人たち何かに怯えているみたいね。この妙にどんよりした空気には込み入った事情が潜んでいそうだわ。え、お姉様だったらバホトラちゃんをお家まで送り届けに村の奥の方へ行ったんじゃないかしら。あなたたちが怖がらせてるわけではないの？何があったのかしら。あら、ボス、今聞き込みしてるんだけど、なんだか村の人たちの歯切れが悪いの。一体何があったのかしら。違う。この飛び芸人みたいな人たち、怒涛のように村に押し入ってきたけど、何者なのかしら。まさか魔王って人じゃないわよね。ほら、怖がられてるのは君たちじゃないか。何なのって言われよるけど。めちゃくちゃうなだれとるやん。絵に描いたようなうなだれ方やね。なんで魔王って下を名乗る魔物が現れて、村の人たちをさらっていったんだそうよ。ひどいやつね。許せないわ。女の人ってわけじゃないんか。さっきの普通に若い女の人だったもんね。この村に現れた魔王って下は、卑怯で嫌味のやつだったって話よ。いやーね、陰気な魔物なんて大嫌い。それにしても大使が落ちてから、世界各地に魔王って下が現れてるようね。このままじゃ世界は魔王の思うつぼよ。真剣な話してる時にも主人公は踊りまくるんやね。ふう、オラの嫁さんとせがれが魔王って下にさらわれちまったら、あの魔物絶対に許さないだ。男の子でもやっぱ関係なく連れて行けるっぽいね。え、せがれってさ、男の子にしか使わんよね。女の子は違うよね。子供やったら使うとかある？子供が店番しよる。もしかしてお母さん連れて行かれたとか。お母さん必ず帰ってくるの。ほら。だからその間私がお店番してるんだ。たくさん買ってくれると嬉しいな。でもごめんね、いらないんだ。すごい非情な感じがするけど、いらないんだ。そこはね、ちょっと現実的に。まあ、ボス聞いてよ。すごい情報を仕入れたわ。この村を襲った桃の名前が分かったの。その桃の名は、フールフール。魔王ウルノーガンってしたらと名乗ったそうよ。そいつは村に人たちだけでなく、
お店の商品や家の宝物なんかも奪っていったみたい。なんて強欲なやつなの？お店の商品マジで？さっきの子どうやって商売しようやろ。大切な店の品物が全部奪われてしまって、売るものが何一つないのよ。私商人失格だわ。これからどうしよう。全部はやばいね。まあ確かに一部だけ持っていくなんてことはせんか。魔法の手下。村のみんなは大切なものを奪われたって口々に言ってるわね。魔物の目的は何だったのかしら。みんなから希望を奪うことみたいな。へへへ、確かに俺ん財産はすっかり持ってかれちまったが、まだもう一つ大切なもんが。おっと、口が滑っちまった。もう大切なもんなんて残っちゃいねえよ。今のは行かなかったことにしてくれ。何、めっちゃ気になるんですけど、その辺に隠しとる。その辺に隠したんやないく。てかめちゃくちゃ今思ったんやけどさ、あれか、何でもじゃないだけかな。ドラクエやのに壺とか樽が割れんなんてことはないよね。そんなことはないよね。たまたま割れに壺やっただけか。この人、愛しのハニーをさらわれたんですって。また物に騙されるんじゃないかと疑り深くなっているようだわ。フールフールってやつに騙されたことがよっぽどトラウマになってるみたいよ。なんて極悪状の魔物なのかしら。なんかすごい力説しよる、この人。あんたたちあのフールフールに手下だろう。そんな格好で僕を油断させおったって、そうはいかない。もう騙されないぞ。さあ、僕の嫁さんを返してくれ。嫁さんがいないと、どんなに金があったって、まるで意味がないじゃないか。いや、まあ、ふざけた格好はしてるし、ふざけた動きもしてるんだけど、違うんすよね。決して手下ではないんすよ。なんかクエスト。俺は世界を旅しながら料理の修行を積んでいるんだ。流れのコックってところだな。新たな料理のインスピレーションが欲しくて、思い出に残る土産物ナンバーワンと言われた、プチャラ村の虹色岩塩を買いに来たのさ。ところが今は虹色岩塩を入手できる場所に物が出るようになり、誰も取りに行けないそうなんだよ。なあ、あんた、腕っぷしに自信ありそうだな。一粒舐めただけで極楽気分という、幻の調味料、虹色岩塩を手に入れてきてくれないか？んー、プチャラオ村にいる流れのコックに新たな料理のインスピレーションのため、虹色岩塩を手に入れてくれ、と頼まれた。ほう、どこで取れるんか知らんけども。とりあえず受けとくよ。お、やってくれるんだな。虹色岩塩はダーハラ湿原にある、冷水の洞窟って場所で入手できるらしい。岩塩があるのは洞窟の中央あたりだって話だ。根気よく探してくれよな。無事に手に入ったら、俺のところまで持ってきてくれ。よろしく頼んだぞ。クエスト、一粒の極楽を引き受けました。まあでもストーリー上関係なかったらいかないかもしれないけど。まあ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 。で、シルビアさんたちは一体どこにいるんだい？あら、お姉様だったらバハドラちゃんを送り届けるために、そこの民家に入っていったわ。それにしてもバハドラちゃん、奥歯に何か挟まったような物言いだったわね。ちょっと訳ありって感じかしら。ほう。家族がさらわれたとこかな。民家？これ教会やね。そこの民家ってどこ？これ？え？でもおらんかったことない。この村の大切なもんはフールフールってものに一つも残さず根こそぎ奪われちまったら、大切なもんは何も残ってねえべさ。もしあの魔物が次にやってきたら、俺たちは一体どうなってしまうだべか。おっかなくて夜も眠れねえだよ。おらんよね。え？どこっすか？そこの民家。やっぱ教会？ここかな？あ、おったおった。おお、バハトラ！怪我はないか？いやー、よかった。息子のチェロンだけでなく、お前さんまでいなくなったと思って心配してたんだ。なんかして食料とかじゃなくて、その、さらわれた人たちを助けに行こうとしよったってことかな？あなたのお坊ちゃん、いなくなっちゃったの？チェロンみてえな、自分勝手な息子なんて。知らねえだ。で、一人ぼっちになっとるってこと？すみません、旅の方。バハトラのやつ、大事にしてた嫁さんに先立たれただけでなく、亡くなりになってるのね。息子までいなくなって気が立ってるんです。フールフールの話はご存知です？体重が地に落ち、空が闇に包まれた直後のこと、ヤツは魔物の群れを引き連れ現れました。まあ、とりあえず何人かに聞き込みした感じでは、私たちは逃げることもできずに、ただ恐怖に打ち震えました。すると奴は
私たちを広場に集めこう言ったのです。お前たちの一番大切なものを教えろ、その大切なものだけは助けてやろうと。それが逆にその一番大切なものを取っていかれたってこと？怯えた私たちはその言葉にすがって大切なものをあげていったんです。お金、愛する妻や夫、そして子供。ところがそれは全て嘘だった。あの忌々しい魔物はその大切なものを助けるどころか逆に奪い去っていったんです。あの道具屋の子供のお母さんは一体一番大切なもの何って答えたんやろ。子供ではなかったってことよね。まあなんてひどいことを。嘘つきは一番許せないわ。私たち夜助けパレードがさらわれた村のみんなを助けてあげる。本当ですか？だけど奴は強くずる賢いですよ。ご心配なく、私たちにお任せあれ。騎士に二言はないって言うでしょ。この格好で騎士って言われてもね、騎士だったんすかってなるけど。騎士だと。フールフールは村人を連れて南の方へ去っていきました。そこに奴の住処があるのかもしれません。なるほど、わかったわ。よし、それじゃあ村の人たちを助けるためにまずは南の方を探ってみましょう。ここを襲ったマオンってした。フールフールは大切なものを教えればそれだけを助けてやるという嘘を村人たちについたのです。そうしてフールフールは怯えた村人を騙し、大切なものを奪って村の南へと去りました。そこに奴の住処があるかもしれません。じゃあとりあえずそこをどこだ、これか出口。ボタンを押さずに行きよった。普通に押すだけで開くかと思ってしまった。いや、なんかそういうのもあるやん。この村の南って言ったよね。まあ、とりあえず向かいますか。みんなを取り戻してきます。あの商人さんはあれやんね、まあ、自分のその商品が一番大事って答えたけん全てを取られていったと。なんていう場所やろう、南の方。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。